2023年8月23日突如公開された情報「リトルナイトメア3」発売決定。悪夢から目覚める準備はできたか。どうもー、鳥の爪ダンソートです。今緊急で動画を回してるんですけども、なんと「リトルナイトメア3」の情報が公開されました。いや、まだ一切何も見てない状態です。今知ってるのはただリトルナイトメア3が出るということだけ。実はですね、今現在欧州最大のゲームイベントゲームズコムっていうのが開催されてる最中でして、その中でリトルナイトメアに関する最新情報も出るんじゃないかっていう風にファンの間で結構噂になってたんで、半信半疑な部分もあったんですが、まさかの本当に公開されました。ちょっとね、心の準備が本当にまだできてないんですけども早速見ていきましょう。スタート。取り詰め。さあ、ということでまずやってきたのがリトルナイトメア公式 X ですね。旧 Twitter「共に行こう子供の頃の悪夢へ」シリーズ最新作「リトルナイトメア3」が発売決定。リトルナイトメアの美しくも恐ろしい世界で新たな冒険に出かけよう。公式サイトはこちら、絵文字が弓矢、そしてスパナみたいなマークですね。で、一応公式サイトへのリンクがあると。今現在もすでにいいね数とかがガンガン増えてるという状態ですね。いやー、これはもうそうだよね。日本中が注目してるし、世界中が注目してる、そんなゲームになってます。で、そして新しく公開されてるのがこのキービジュアルなのかな。ちょっと詳細気になるんで、早速公式サイト見ていきましょう。全然心の準備できてないんだけども。さあ、リトルナイトメア3、PS5、PS4、Nintendo Switch、Xbox、そして PC でも出ると。はあ、なるほど。で、今回の主人公がこの2人ってことだよね。わあ、ちょっと待って。もうワクワクが止まらないよねってこと。わかる？この興奮。ちょっとものだってさ、このキービジュアルからめちゃめちゃいろんなものがすでに隠されてると思うんですよ。もう完全にこのでかい巨人のような存在とか敵として出てくるだろうし、しかもこの右奥遊園地ですよね。観覧車、また遊園地出てくんの？おい、ちょっと待ってくれよなあ。楽しみでしょうがないね。いや、意味深なこう鳥かごとか、まあ、この辺の詳細は後々見ていくとして、とりあえず一旦ちょっと下にスクロールしていきましょうか。最新情報はこちら。あ、この辺スクリーンショットありますね。これ見ていきますか。まず砂漠。はあ、なるほどね。砂漠のような場所をさまよう2人の写真。うん。続いて、鏡がまた割れてしまってるわけだね、これね。何かこう地図みたいなものを2人で見て、冒険をこうこの先の進路を決めてるっていう感じでしょうかね。周りにあるトランクとかも今までのねリトルナイトメアシリーズで出てきたようなちょっと雰囲気にも見える。うん。そして3枚目、これは何だろう、タコかな。破れちゃってるような感じだけど、はしごのところを登ってる2人っていう感じでしょうかね。やはりその砂漠みたいな、なんか頑丈な砦のようなところが一つ舞台になってると。で、そして4枚目。これはまたこう謎解きみたいのをしてるのかな。カラスが2羽いまして、それを見守ってるような雰囲気にも見える。なんかこれを回すギミックみたいな感じなのかな。橋をこう下からせり上げるとかな、そういう感じでしょうかね。まあでもあれなんだろうね。モノとシックスが冒険してきたように、今回もこの2人、まだ名前がちょっと分かってませんけども、この2人が冒険していくっていう、協力していく感じなのかな。そして奥にそびえ立つのは巨人。ライトでこちらを見てる感じですけども、もうすごい強大な力を感じるよね。捕まったら当然ひとたまりもないんだろうなっていうところ。で、さらに、これはうわー、なんかいろんな廃棄物みたいのがこうダストシュートみたいなものからバーッと流れ込んでる感じですね。まあでもなんかこの辺はリトルナイトメア1とかの DLC、 ああいうところも思い出すようですよね。そういうものがこう廃棄されちゃってて、なんか水場、下水みたいなところなんかも同時に出てくるかもしれないね。ああ、だもう楽しい。もう見てるだけで楽しいよね。ここは事務室みたいな場所。ここも2人一緒になって冒険してる感じだね。まあ、まだこれはコンセプトアートみたいな段階っぽくも見えたりするけど、実際のゲーム画面なんだろうか、どうなんだろうね。まあ、開発中の画面っていう感じだろうね。あ、暖を取っている。ちょっと待って。ちょっと待って。決め台詞のように言ってしまったけども。2人も暖を取るんだ。ちょっと待って。ノームじゃない？あ、拡大してもやっぱそうだ。これノームいますね。あー、なるほど。じゃあやっぱり1や2との世界とも当然ながらつながってるってことだよね。うわー、この辺の物語のクロス時系列なんかもどうなるのかが気になるポイント。はあ、いやいいね楽しくなってまいりましたけども、さあ続いての写真見ていきましょう。これはあら、ちょっと待って、なんかもうの外観にも似てるような雰囲気、まるでどこかの船に潜り込んでるかのような様子ですけども、あれあれあれ、ちょっと待って、なんかレディーになっちゃった6に出会いに行っちゃってるみたいな、そんなテイストでしょうかねありえるよね、全然。そういうなんか今までのキャラクターが敵としてまた出てくるみたいなね。そこでこう驚愕の真実を知るみたいな遊園地じゃない、あ、最高。ここはアヒルさん、奥には観覧車、あーなるほど。このでもサーカス、遊園地みたいな場所もまあ当然ながら巡ることになると。ただすごい雨が降っちゃってるね。険しい環境の中、どんな敵に襲われることになるのか。あーでとりあえずでもこれで砂漠の写真に一周したかな。はいはいはい、ムービーカミングスーン、早く見たい。スペック公開されてますね。リトルナイトメア3、先ほど言っていたハードでもでも遊べるようになっていて、でもプレイステーション4やニンテンドースイッチでも遊べるってことは、それほどスペックの要求はされないという感じでしょうね。サスペンスアドベンチャーという感じになっていて、プレイ人数は1人、オンライン時は1人から2人。ほう、これやっぱじゃあ1人から2人ってことは、オンラインだったら2人で協力プレイみたいのができるってことかな。ただなんかサポート的な感じなんだろうな。メインをがっつり2人でプレイするっていうよりかは、最近のゲームで言うとピクミンとかもなんかちょっとそういうテイストあったらしいんですけども、メインでプレイしてるプレイヤーがいて、それをサポートするぐらいのテイストなのかな。まあちょっとこれはあくまでも俺の考察予想っていう感じですけども、世論に関しては審査予定となってると。油断したくなる。今の情報は日本語での情報でした。ということは、海外の情報を見ればもっといろんな情報が見れるんじゃないかなと思い、海外公式 Twitter を見たところ、なんとすでに、映像が公開されております。Google 翻訳したところ、どこにもないところに戻る準備はできていますか？今度は子供の頃の恐怖に一緒に向かい合いましょう。まあでもコンセプト的にはやはり1や2と似たようなところはあるよね。子供の頃に体感したような恐怖を味わえる、そんなゲーム。セロに関してはこれ海外では16歳ぐらいってことなのかな。見ていきましょう、映像。お、さっき見たスクリーンショット、カラス。バンダイナムコ。はあ、ちょっとたまらんぞ。ちょっとなるべく黙ってくね。うん、これが今回の主人公だよね。おおうわ、音楽のテイストもまたちょっとアレンジ加わってる。おおおお、やばいよ。うわ、これは楽しいだろうな。うわ、巨人。うわ、でも赤ちゃんだ。なるほど、赤ちゃんの人形みたいな感じなんだね。あはー、これはもうやっちゃってるよね。うーうわ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 、3人目は誰なの？あの真ん中に立つのはっていうね2024年、うわ、すぐじゃん、おい。はい、ということで、今の映像にもめちゃめちゃ気になるポイントたくさんありました。ちょっと改めてその辺、一時停止しながら考察していきましょうか。まあ、初見時での考察ということなんで、今後こう、また考察動画とか多分出していくと思うんですけども、その中でまあ、いろいろね、矛盾する部分とか出てくるかと思うんですけども、ファーストコンタクトみたいな感じでいきましょう。さあ、まず1点目。ちょっとこの辺の映像で気になる部分で言うと、後ろの方とかは、何やらこう、死体袋みたいのがぶら下がってるようにも見えますよね。まあだからこの辛い現実、悪夢の世界で耐えきれなくなってしまった大人たちみたいなのがサイズ感的にはね、そうだろうしね。まあ身を投げてしまってる、そんな感じなのかな。さあ続いてのシーンなんですけども、物が散乱する砂漠、それを一人さまよう、まあこの主人公の男の子かなんかなのかな。まあ気になる点としては、もともとこの場所が砂漠としてあったのか、それとももともとは文明があったけど砂漠化してしまったのかとか、そういうところですよね。例えばペイルシティにみんなはもともと住んでたんだけども、食糧難とかの危機にあってしまって民族大移動みたいのが行われていく中でこの砂漠を通ったとかね、そういったところも気になるポイント。さあ続いて見ていきましょう。いやー楽しい、楽しいね。でそしてここで出会いのシーンって感じなのかな、どうなんだろうね。2つにこうツインテールっぽくしてるし、女の子っぽいような雰囲気ではあるけども、でこっちの女の子が弓矢みたいのをなんか持ってるのかな。それがまあこう遠隔武器みたいな感じで使ったり謎解きでも使えるんだろうな。それこそちょっと前に実況したタイトルで「デイドリーム悲しみにさようなら」っていうゲームがあったんですけども、その中でも女の子は弓矢を持ってたりして、ちょっとリトルナイトメア風のねゲームだったんですけども、それもちょっとそういうテイストの謎解きなんかもあったりするかもしれませんね。結構やっぱこういうゲームって似たような謎解きテイストになることが多いんで。さあそして意味深に映った鏡、これに関してはもうちょっと後でお話ししていきたいけど、なんかこの辺とか人の顔っぽく見えて不気味だよな黒い霧みたいのが立ち込めてさ、いやでさ、ちょっと待って一回戻すか。これさ衣装にもちょっと気になるポイントがあるんですけども、ちょっと男の子のこのマスクみたいのがペスト医師みたいな感じですよね。ペストが流行ってしまった時につけていたマスク、だからそういう時代背景の部分も思わせるようなデザインになってますよね。でそういう意味で言うと、世界的にこのリトルナイトメアの世界が感染症みたいのに患ってしまって、だからこんなに顔を隠してたり、感染を防ぐための予防策としてみんな顔を覆うっていうことをしてるのかもしれない。それはモノやシックスもある意味同種なのかもしれないよね。さあうわー、ここの傘でうわかっこいいな。ちょっと待って追いつかないちょっと見ちゃう、シーンが美しすぎて見ちゃう。こう美しい美しいね海馬瀬戸みたいになっちゃう、美しい。でこれ、気になるポイントとしてはですね、ここのぬいぐるみがですね、リトルナイトメア2のドクターの病院に出てくるクマのぬいぐるみ非常に似てるんですよね。でさらには目が潰されてたりとかね、この辺もこう今までのテイストを感じられるようなデザインになってますよね。まあメインの謎解きとしてはこの鍵盤の謎解きを今やってるって感じなんだろうな。なるほどね。ちょっと続き見ていきましょう。あらちょっとハゲとるやないかい、ハゲ散らかしとるやないかいこれはあれですね、リトルナイトメア1に出てきた大人たちというか、もう豚のように食料を食う不気味な乗客たちがいましたけども、今回に関してはなんか遊園地の列待ちとかでもしてるんでしょうかね。まあ今までのリトルナイトメア2に関してもそうなんですけども、 3S 制作っていうのを皆さんご存知ですか？日本もされたんですよスクリーン、スポーツ、セックス、その3つに人間は夢中になって、それさえ与えれば人間はどんどんダメになってくっていうね、そういったテイストのものなんですけども、ちょっとそれにも似たようなものをすごく感じるんですよね、やっぱこのゲームっていうのはな。前回のゲームでは特にそのスクリーンっていうものに焦点を当ててて人間をダメにしてた感じだったけども、まあこれに関してはもう娯楽全般とかに広げてる可能性あるよね。夢の国みたいなところの娯楽を提供することで人をダメにしてってる、本当に目を向けるべきものから目をそらさせてってる、そんな印象を受けるんだよな。そうだね、ここにまさに遊園地みたいな描写が今映りましたけども、ここそうだよね、サーカス、遊園地みたいな場所にその列待ちというか、みんなでこう列をなしていってる姿ですよね。ただ子供たちはその真実に気づいてるからこそ、自分たちのやるべきことに目を向けて一歩一歩前へ進んでる、そんな感じですよね。さあ続いて見てみましょう。ここね、これすごい不気味だったな。これまたなんかヒューズみたいなものを運んでるのかな。ちょっともう一回見てみようか。ここね、これはまたなんか血だまりみたいな部分を、光を持ってれば襲われないとかなのかな、そうだね、なんか虫がわーっと避けていく感じもあるし、今までのリトルナイトメア1で言うと昼に襲われたシーン、ああいうところの謎解きギミックみたいな感じに近いのかもしれないな。そして上に登っていって、スパナみたいのもまた持ってたな。だからスパナが描かれてるのか、なるほどね。女の子が持ってんのがスパナなんだな、これ。そうだね、弓矢とスパナどっちもなんか切り替えながら戦ったりするのかな。なんかさっきまで背負ってたよね、1個ね、なんか何か物を背負ってたんだけど今なくなってるから、それがこれだったのか、それともその武器みたいのがなくなってしまったのか。後ろにある棚に関しては今までのリトルナイトメアシリーズで出てきた棚にそっくりですよね。つまりは同じ会社なり、なんか政府なりが管理してる施設、そういったところに潜り込んでるんじゃないかなって思わせる描写ですよね。さあそして大ジャンプからのこれよ、そろそろちょっとお話ししますか。これさ、もう気づく人はうわそういう物語なんだろうなっていう考察がもう止まらなかったと思うんですけども、鏡、これが一つ今回の推移でキーワードになってると。前回リトルナイトメア2ではテレビっていうのに耳を澄ますものや6の姿が描かれてたけども、今回はこの鏡を通じていくわけだよね。鏡の世界に入るのかもしれないし、鏡に耳を澄ますことで次に行くべき場所が明らかになるのか何なのか。これね、ほらね、こう手を差し伸べてほらなんか聞こえたよみたいなリアクションをとってるわけだ。そして意味深に映るこの鏡、そして鏡といえば当然レディであり6なんだよな。リトルナイトメア1のラストでは6がレディを食べたところで最後門から脱出するところで終わりましたよね。その後の6の動向っていうのは不明なままです。つまりその6が成長した姿、あるいはこう敵になった姿で今回出てくるっていう可能性は全然あるんじゃないかな。その中の一つのキーワードとして出てきてるのがこの鏡。この鏡の破片を例えばいっぱい集めることによってこの魔鏡のような鏡が一つ完成して、その鏡の世界に入り込んでラスボス戦になるとか、そういう展開は全然ありえるんじゃないかなと思っています。おー、すごいね。これはかっこいい。これまたこの赤ちゃんのような巨大な人形がね歩き回ってんだとか怖すぎるよな。これは地下からでも上に上がってきた感じなのかな。この辺もでもさ、ちょっとオマージュ的な感じと言いますか、リトルナイトメア2のあのモノがねペイルシティで最後はあのタワーのところにたどり着くシーンともちょっと構図が似てたりするんだよな。いやー、いい。おほほほほ。ここすごいね。目があんぎまっちゃってるじゃない。でも片目は白目っていうね。わあ、ここからここへジャンプしていくわけでしょ。こいつに見られないようにしながらはたまんないね。で、見つけたーという感じだね。見つかっちゃったんだろうな。ああ、そしてもう鏡に入ってるよねってこと。もうそうでしかない。これはでも鏡から鏡へ移動する、テレビからテレビへ移動する同じようなギミックの別パターンで今回作ってる可能性もあるよね。さあ、そしてまた意味深にガンガン映していくんだよな、この鏡。果たして何が映るのか。でこの無数に廃棄されたゴミの山。この2人も思わず手をつながないといられないような手に汗握ってるのがこっちまで伝わってくるかのよ。このでもゴミっていうのはさ、例えばその門にいた乗客だったりとか、さっきの遊園地に並んでた大人たちだったりとか、我々の住む世界でもねフードロス問題とかあったりするけども、そういうところにちょっと投げかけてるようなテイストを感じますよね。ゴミ問題っていうとこね。さあ、リトルナイトメア3と、これロゴもいいよね。ここのさ、でもやっぱ3人目一体誰なのっていうね。手当て離したんだよな。手離したここだとでも2だよと、どうなっちゃうの3になるんだよなこれここの真ん中に立つのは6なのか何なのかと、それはあなた自身プレイヤーを指すのかもしれません信じるか信じないかはあなた次第です。ああ、もうちょっとテンション上がってくる。たまんないね。ちょっとさらにもう一個やばい情報を見つけてしまいました。これ今バンダイナムコの海外サイトの方なんですけども、The Sounds of Nightmares と悪夢の音っていうのが公開されてるんですけども、リトルナイトメア2の時にはですね、アプリケーションと連動して漫画が読めるっていうのがあったんですね。でそれが結構本編にも関わってくる興味深い内容が描かれてたんですけども、今回そのテイストのなんか動画バージョンみたいなオーディオフィクションシリーズって書いてあるね。これはちょっとじゃあ長くなりそうなんで、また別の動画で紹介しようかな。でそれが8月の22日から9月の19日まで、毎週火曜日に新しいエピソードが配信されるんだ。へえ、うわ、待って、生きる喜びちょっと今後その辺も紹介したいなと思います。さあ、ということで新時代の悪夢はどうなってしまうのか、今後の動画更新気になる方です。チャンネル登録して鳥のつべ団に入団してみてくださいね。皆さんの感想もぜひコメント欄で聞かせてください。グッドボタンの方もよろしくお願いします。ということで今回はこの辺で、また別の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。